ユージの声優コネクション、イエーイ。今回のゲストはなんと大物解説、僕のダーリン関智一さんです。ダーリンです、はい、よろしくお願いします。考えてみたらね、関君とお互いがどういう風にここまで成長してきたかあんまり知らないじゃない。その童貞を、そうそうそう、その童貞を、はい、童貞を、童貞を違う童貞になってるじゃないですか。どうして、まあ、いいや、はい。天才声優関智一のルーツを探ろう。イエーイ。アニメの最初の作品は何ですか？一番最初なのは BSNHK さんでやってたレポーターブルースっていう、主役が島本澄さんがやってて、でそれに出てくる農夫 A っていう、農夫 A、はい、家を聞かれて あの丘を越えてすぐだよっていうセリフでした。なんかよく覚えてるね覚えてます、はい。次々にいろんなキャラの声をやってほしいここにですね、はい、役名の書かれたカードがあるんですよ、はい、で次々に声を変えてやってもらうという、はい、人間とは犠牲がなくては生を謳歌できぬ獣の名だ。おい魚女子、僕を希望の姫君ミップルのところへ連れて行くメポー。デカってのは誰かを刈り取る仕事じゃなくて誰かを守る仕事だったはずなのにな。まゆしまゆし、あなたのバナナプニュプニュだねって言ってみて。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟く叫ぶ爆熱ゴッドフィンガーヒートエンド。のび太のくせに生意気だぞ。うちのパパ偉いんだぞ、社長だぞ。一番生き生きしてたもうこれ毎週やってますからねいやでもやっぱりすごいね。ありがとうございます。日本のあの男の声優界は関智一と山寺宏一の2人いればできちゃうんじゃないか。いや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 、とんでもないですよ。僕が聞いた話によると、はい、割と若い頃はガッツンガッツンやってたらしいじゃない。どういうことですか？仕事に対してもなんかガッツンガッツンやったりとか、はいはいはい、なんかボイスサンプルとかどんな感じで作ったの？結構ボイスサンプルを個人個人が作ってくるのが流行っていて、自分でスタジオも借りて全部自腹で作らないといけないんですよ。で何役も演じるのが素晴らしいってなんか若い頃思うよね。はい、思ってたんで、うん、いろんな役をいっぱい詰め込んで、なんか例えばあの5人分のパイロットを全部やって、悪者がいて博士がいて全部一人でやって提出したりしてたんですけど、もっと普通のナレーションください突き返されてました。なんかそうだよねボイスサンプルはね、ボイスサンプル、そんなボイスサンプルが実はある、はい、あるんですか？はい、どれのだろう。入手しました。はい、関智一です。かわいい。あ、これか。若い、いやいいよ、かっこいい、そうだろうな、うまい、多少ね、腰低い、初心忘れんな、頭でかい、怖い、ふくよく、デブ、最高。これは廃墟が世界に誇る自称若手お笑い実力派声優関智一様をあがめ敬い褒めちぎるために制作された、聞く人によってはかなり誤解を招く自己愛に満ちたおぞましいプログラムである。自画自賛。白い空、青い海、焼けた砂浜、ドキッ、君の潤んだ瞳、僕の心を夏色に染めていく Fall in love、 恋の予感、胸キュンハートが日焼けしそうゾッコン首ったけな君にナウナハードコアミルキーローション新登場。たかしは力任せに幸子を抱きしめた愛してる不意の言葉に幸子はピクンと肩を震わせた。はあ、あたしもよ、たかしさん。席を切ったように幸子もたかしを求め始めた。幸子、たかしさん、はあ、
愛してる、愛してる。というわけで、最後に関智一の輝かしい前途を祝して万歳三唱でお別れいたしましょう。万歳万歳万歳。いや、以上ですか。ありがとうございます。いつ頃これはもう、これだ、20代の半ばぐらいですかね、24、5ぐらいですかね。今聞いてどう思う？俺じゃあでもサンプルにならないなって今、ね、はい、今は思いますよ。作品として聞くと面白いよ。ありがとうございます。